こんにちは。今日はね、最近私の心が怒りと不安と悲しみと絶望で蝕まれてるので、ストレス発散のためにスーパーのスイーツをたくさん食べます。じゃん、癒しのスイーツ11種類用意しました。久しぶりにスーパーのさ、スイーツコーナー行ったけど新商品たくさん出てた。では怒りを鎮めるためにいただきます。まずはあんバタースフレ食べます。すごい、赤ちゃんのほっぺたみたいな。おいしい。生地がしっとりふわふわで、粒あんはしっかり甘く、バターホイップは固めなんだけど、口の中で吸って溶けて、このあんことバターの絶妙なバランスがたまらない。この生地すごい。私のゴツゴツした手でね、触ったらなんかもう壊れちゃいそうな、そんな繊細なふわふわ感です。これバター風味のスフレなんだね。そりゃ美味しいわ。次は宇治抹茶エクレアを食べます。なんか最近抹茶の商品とちらほら桜の商品も出てる気がする。おいしい。このパリッとしたチョコレートに香ばしくって歯切れのいいエクレア生地、そして中のクリームたっぷり入ってて、とろっとしてるんだけどちょっとザラつくなと思ったので、パッケージ見たらね、白あんが入ってるんだって。抹茶の風味もじわじわ広がって、この食べ終わった後とかもね、鼻に香りは残ってるし、苦味も下に残ってます。抹茶クリームと白あんの組み合わせだもん、最高だよね。次は生クリームうっとり生プリンを食べます。これめっちゃ美味しそうじゃない。うわ、そしてすごい柔らかい。うわぁ、これ、私大好きなやつだ。うわぁ、嬉しい、テンション上がっちゃう。このとろけるような滑らかな口当たり、もうすごいトロトロンって溶けていっちゃう。でね、ミルク感がかなり強いです。で、ほんのり洋酒の香りもふわっと感じる。うまミルクミルクしてるけど、しっかり卵の風味も感じるし、まあこれにね、ベリー系のソースとかあったらいいアクセントになったかもしれないけど、これめっちゃ好き。次はハーシーズチョコシュークリームを食べます。チョコクリームとチョコソースってめっちゃ濃厚だ。生地はね、香ばしくってやや乾いた感じの生地というか、歯切れがよくって、チョコクリームふわっとろんです。ミルキーさとチョコレートの風味がいいバランスでね、このチョコクリームとろとろで濃厚です。チョコレートプラスココアの風味も結構するんだけど、とっても美味しい。で、クリームたっぷりなの。めちゃくちゃ甘いからね、疲れた時にこれ食べたい。
次は北海道チーズケーキを食べます。あーなんかこのね、2層っぽくなってて上はシュワシュワだ。これ美味しいぞ。やっぱりね、上はシュワシュワで軽やかで、下がね、とろうま濃厚なの。このチーズのコクやまろやかさ、程よい酸味、そしてね、若干塩気も感じて甘さ控えめ。これはね、何個でも食べたくなっちゃう。いや、美味しい。もうね、下の部分はね、チーズケーキっていうか、チーズケーキ風クリームみたいな、そんな感じの滑らかさです。次はふんわりどら焼きお抹茶を食べます。抹茶白こしあんクリームだって。やっぱり抹茶とこしあんはね、よりこの相乗効果なのかな。お、結構大きいね。このさ、どら焼きですみたいな香り大好き。生地はね、ふんわりしっとりしてますね。結構厚みがあるタイプ。抹茶の風味もふわっと広がるし、だけどね、エクレアと違って苦味は残らないかな。結構ね、しっかり白あんの風味も感じます。怒ってたんで私。そうだ、お話ししたいと思ってこの動画撮ったのに。事件は1週間前に起こりました。そう、1日の水曜日はマクドナルドの新商品が発売される日で、その動画を撮ったんですよ。なるべくなら早めにあげたいと思って、食べてね、あ、撮影時間もちょうどよくって、よし編集と思って取り掛かったら、私ピクセラエディターを使ってるんですけど、そのピクセラがね、なぜかね、有料化したんですよ。今まで無料で使えてたものが有料化したんです。まあでもそれはね、今までなんでこれ無料で使えてたのかってくらい私が最高に使いやすかったものなので有料化するのはいいんだけど、クレジットカードとペイパルの支払い方法で何回入力してもね、なんかもうエラーというか、なんかこのぐるぐるがもう止まらないの。 OK ですってならないの。もうどうしていいか分かんなくなっちゃって、もう絶望ですよ。機械音痴だから。他のソフトもね、試してみたけど全然しっくりこなくて、というか英語読めなくて分かんなくてみたいな。だからね、ピクセラが最高だったの。それをね、剥ぎ取られてどうやって編集すんのと思って焦っちゃったのね。だけどしょうがないじゃん。でいろんなとこ探してさ、どうにかこうにかさ見つけたの。あ、これなら私でも扱えそうかもみたいなものをね。でもね、それってね、なんかもうさ、例えば濃厚とかってあるじゃないですか。そしたらね、濃っていう字が出てこないの。だけど濃いって打って変換すると出てきて、でもその変換してもこの、もうここにはね、このピピピってやるとここには出てくるんだよ。だけどこのエンター押して確定するとバグっちゃうの。プラス文字の大きさ変更が1回しか効かないとかもなんかいろいろあって、まだ解決してないんですよ、未だに。もう毎日もうどっかいいとこないかなって探してはってなっての繰り返しで、でもまあなんとかね、なんとか形になるものは作れてるから、すごい20デマ30デマぐらいやるとできるんだけど、もうね、2、3日はね、もうそれのことだけしか考えられなかった。美味しいね。でもね、思ったんですよ。ほんとね、この1日、2日、3日ぐらいは、もうほんと寝れないぐらい、え、この先 YouTube やめるようじゃない？編集できないなら。ぐらいまでなってたの。だけど、人間はすごいね。この慣れるんだよ。ほんと、どんなね、もうちょっと今悩んでたりとか、これから新しい環境に行かれる方、ちょっと聞いてほしいです。人は、どんな環境でも、どうにかこうにかのらりくらり慣れることができます。今もさっき言ったように20デマ30デマをしてテロップ作ってるんだけど、でもなんとかやれるんだもん。でも、
それでも疲れちゃう時って来るから、その時は休みましょう。そして美味しいものをたくさん食べましょう。次、もちもちクレープダブルチョコ食べます。でさ、まあ誰にも言えないこともあるじゃないですか。親とか友達でさえもこんな自分のこんなどす黒いとこ見せられないよって時あるじゃないですか。そしたらね、この私のコメント欄でバリ雑言吐き出しちゃえばいいよ。もう全部汚い言葉も認証するから。あ、もちろん私に対しての悪口は私が悲しくなっちゃうからダメだよ。あ、美味しいな、これ。コメントなんてさ、もう誰だかわかんないしさ、もしかしたら共感してくれる方もいるかもしれないし、やっぱりこの誰かに話してだけで気持ち楽になるじゃないですか。だからね、今私だってこんなことがあったんですっていうのを撮ってるわけだしね。生地もっちもちでさ、チョコレートホイップふわっと口どけよくって、ミルキーさもあって、生チョコの部分がねっとりしていて濃厚です。甘さの中にしっかりビター感を感じて、なおかつね、チョコチップ入りだから食感もいいですね。これ美味しい。次、贅沢レアチーズタルトを食べます。ちょっとしっとりタイプなのかな。この上の部分が美味しい。生地はね、結構厚めで表面香ばしく、やっぱり私のはしっとりタイプかな。上のね、クリームチーズの部分はゼラチンを使ったムースみたいなこの舌触りではあるから、でも滑らかに溶けていく。チーズの風味かつレモンのね、爽やかさが結構強いですかね。さっぱりしてます。しっかり酸味はあるけどミルキーなんだよね。私って割と立ち直りが早い方だと思うんですよ。でもね、落ち込む時も、え、死ぬのってくらいズドンってね、落ち込んじゃって、人によってね、対処法は全然違うと思うんですけど、まずね、自分で限界を決めないというか、もうできないよって言うのやめようってしてて、で、やっでね、調べたりとか挑戦してダメなら、もう周りを頼る、これはどうやるのって聞くことだって大事だしね。この頑張るけど頑張りすぎないというか、キャパオーバーしないようにするというか、それでもね、うまくいかないときは自分でね、プチ幸せをどんどん作っていく、自ら作っていく。私の場合は食がプチ幸せの一つだから、もう食べまくってた。だけどね、なぜかね、悩んでたからかな、ちょっと痩せて正月太り解消されました。20顎だけどね。次はハーシーズ生チョコプリンを食べます。上のクリームが濃厚そうだね。美味しい。そして思ってたより甘くない。甘いけどしっかりビター感も感じる。下のプリンね、柔らかくって口当たり滑らかで、もうどこがプリンでどこがクリームなのってわからなくなるくらい口の中でね、とろりと混ざり合います。で、やっぱりハーシーズはチョコレートとココアの風味も結構するかな。洋酒の風味も奥底で感じて、ミルキーさとチョコレートのバランスが絶妙です。やっぱり食はいいよね。誰にも迷惑かからないし、最高に幸せになれるし。
これ美味しい。次は北海道チーズ蒸しケーキ、いちご味を食べます。ごめんなさい、これスイーツじゃなかったんだけど、いちご味って初めて見たから買っちゃった。うわ、開封と同時にね、いちごのふわっといい香りがします。あー。うーん。うわ、思った以上にいちごの風味。味はね、すっきりとしたいちごミルクチーズケーキみたいな、そんな感じかな。そしてこの北海道チーズの蒸しパンってさ、なんでこんなしっとりなんだろうね。もう口の中でうんって言うとペニョンってなっちゃう感じのやつ。なんかね、いちごミルクっぽい甘さはずっと残るんだけど、新しくていいね。最後、フォンダンショコラ風タルトを食べます。これね、温めても美味しいみたいなので、ちょっと温めてきます。はい、温めてきました。はい、こんな感じで湯気出てるけど、大丈夫。美味しい。これやっぱ温める前も食べればよかったかな。電子レンジでね、まぁ、ちょっと温めすぎたのもあるけど、このタルト生地がね、めっちゃサクサクになってる。これは私の温め方がミスっただけかもしれないけど、とろって感じではないかな。まぁ、柔らかくはなってる。ふわほろっとしていて、下にね、チョコソースみたいのがあったのかな？味はね、思ってたよりは甘くないかな。なんかね、難しく考えなければ美味しいです。この生地美味しいの、バターの風味もしっかりする。ごちそうさまでした。いや、食欲に火つくって怖いもんで、ちょっとまだまだ食べ足りないので、今日おまけなしで、今からね、気分いいからご飯食べに行きたいと思います。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録、コメント、ぜひよろしくお願いします。さいな。ツイッター、インスタグラムもやってます。よければ関連動画もぜひぜひ見てね。